皆さんこんにちは、 X ヨッシーです。今日もご覧いただき誠にありがとうございます。梅雨にね入りましたね。バイク乗りにくくなりますね。しかし乗る人は乗る、雨でも乗る、これぐらいのね気概があるというか気迫が欲しいもんですね。でもね、まあそれは若い人で、私のようなじじいは、まあ雨の日は、家にね引っ込んでた方がいいかもわからない。年寄りの冷や水っていうのはこういうことなんでしょうね。さてさて、それはさておき、今日は思い出しシリーズといいますか、バイクツーリングのマスツーリングの、ね、体験からね、いろいろ感じたことを話しさせていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。お前なんかマスツーリングね、だいたいマスというからだいたい10台ぐらいはね咲いてほしいところですよね。当初私もね、マスツーリングのグループに入ってね、お世話になってました。そのリーダーのね、ご夫妻がとってもいい方で、このジジイをね、いろいろ世話してくれたんですよ。でこのチームは、某大手バイクの方の、バイク屋さんがね、企画した、そういうマスツーリングで、年齢に関係なく、一応高速も乗るから、250cc クラスのバイクだったら、誰でも参加できるよと。そういうもんだったんですよ。で、まあ、月に一度程度ですかね。年会10回ほどかな。行きました。楽しかったですよ。なかなかみんなと。いろいろね、メリットがありますけども、3つほど言いますとね、考えて言いますとね、慣れない道とか、まず一つは慣れない道とかね、特に初心者の人ね、リーダーとか誰か慣れた人が一緒にいてくれてね、とても安心なんですよ。これがね、まず1点です。で、第2点目のね、メリット。これは、グルメスポットとかそういう名称をよく分かっておられる方が多いんで、その方々からいろいろな知識っていうかね、情報をね、得ることができる。これ別に、ただで、もらえる、そこを教えてもらえるわけじゃないですか。行けるわけじゃないですか。これはね、経済的にもね、いい勉強ですよ。経済的な、いい勉強だと思います。で、第3に、一応、そのグループは、老若男女問わずね、オープンなので、誰でも楽しく過ごすことができると。こういうメリットがあってね、まあ、バイク人生がね、幅広がるというような、そういうメリットでね、なかなか良かったかな、というふうに、今でもね、思うんです。3年ぐらいね、お世話になったというふうに思います。振り返るとね、このようにメリットの方が多いんですけども、まあ、メリットもあれば、何でもデメリットもあるじゃないですか。とか、こういうところはね、っていうのあるじゃないですか。それをね、簡単にご説明、ご紹介させていただきますね。まずね、一つ目。バイクは、マスツーリングでは、いろんな種類のバイクが来ますよね。その他排気量がやっぱり違ってきて、性能差が出てくるんですよ。ですから、走るときには、250cc クラスの方は先頭で、で、リッターバイククラスは後方でということにならざるを得ないんですね。そうすると、まあ250、僕らは250だったんですけども、だからそんな感じなかったんですけどね、リッターバイククラスのね、皆さんはね、かなりストレスを感じて、走っておられて、なんでリッターバイククラスの俺らがね、前になれへんねんとかね、まあそういう、ろくなことはそういう言い方なさなかったと思うんですけども、後ろに走ってるとね、ね、もう暑くてね、とかね、排気量をね、ガスね、吸っちゃうしね、とかね、それから、速度、加減ですか？調整がね、難しいな、とかってやっぱ言われるわけですね。ああ、これはやっぱり好きなように走りたいんやな、というふうに思うわけですよ。特に高速なんかで入って、並んで入るのが嫌な人もかなり多くて、やっぱり横のとこね、スカーッと行ってね、前行きたいんですよ。面パトカーに捕まるか捕まるか知らないけど、そういう人もやっぱりいらっしゃって、加速力を堪能したいという人も中にね、多かったんで、それはね、今から思ったら申し訳ないことしたな、謝れへんかって。うわぁ、ごめんなさい。いや、そんなのね、気にしなくったってね、そういうことだから、マスツーリングなんかやったら、だから、嫌やったらね、自分一人で行ったらいいじゃないですか、っていうような人も
きっといらっしゃると思うんですよね。ところが、どっこい。やっぱりね、見せびらかしたいんですよ。そういうリッターバイクなんかの大きいの、まあ、これいいだろうってね。で、そういうことは皆さん、真摯だから、熟女だから、おっしゃらないけども、やっぱり、いいですね、これってね、排気量でねって言ったら、馬力、しないでしょあなたも。でしょ、だからそういう感じなんで、大きい排気量の、ね、方は、そういうふうに思ってられるのではないかというと、じじいの歪みかわからないけども、そういう節が、というふうにね、ちょっとね、感じました。ある人が言われたんですよ。排気量は同じ排気量で乗るのが暗黙の部分。で、大きな排気量は大きなところ。小さいぐらいやらないと、まあ、それはまあ、お互いにね、気遣うことになるから、暗黙のルールでそうやって乗った方がいいですよっていう、そのサジェスチョンやったと思うんですけどね。それ聞いたときね、やっぱりね、やっぱり、バイクにもね、変なね、ヒエラルキーがあるのかなと思ってね、ちょっとね、変なふうに思いましたね。なんか、高いバイクだったらね、偉くて、小さかったらね、まあ、よく動画で言われますよね。おもちゃみたいだ、なんて言われてね。まあ、そういうことに今なるんかわからない。ちょっとね、複雑な思いしました。で、二つ目なんですけども、マスツーリングといえども結局人間の集まりです。だから、グループできてしまって、気に入った人だったら、まあ話しやすいですね。で、中でやっぱり苦手な人もおれば、まあ正直、あ、関わりやたくないなっていうような人がやっぱいてるわけですよ。出てくるんですよ、必ず。そうすると、まあ、気に入った人だけで話したらいいんですけどね、そうないこともあったりとか、食事も一緒に、こうね、苦手な人とかみんな見てもいいかな。座って、食事もするでしょう。そういうね、ところがね、ややこしいかと思います。特に年齢差が出てくると、若い人だったらね、僕らみたいにじじいなんかがね、一緒にするのは逆に、若い人にこう、気遣いがあったりとかね、若い人も、年長なんで、気遣いがあったりとかするから、そういうところはね、ちょっとややこしいな、と思ったりしますね。で、バイクの装備もね、かなり、例えば、インターカムですか、こう、話を、ヘルメットの中でね、して楽しむというようなところ、ような、器具なんかもあるじゃないですか。それも、持ってる人はいいけども、持たない人は、まあ話に取り残されて、ね、極端な言い方するとね、そういうようなことがあって、必ずしもね、平準化しにくいところがあるんですよね。だからそういうところがね、マッスリングっていうのはね、結構難しいかわからない。だから逆に、多くね、そういう気遣いしたくないから、自分の好きなところ行って、好きなものを食べて、時間を過ごせて、いうのがいいなっていう、そのツーリングとか、小グループの仲間のツーリングとかっていうのが、言い方が多いのかなっていうね、思います。まあ、以上今日ね、長々なりましたけども、もう長くなるんで、これぐらいにちょっとさせていただきますけども、今日はマスツーリングの体験の話をちょっとさせていただきました。皆さん、ありがとうございました。またね、このチャンネルでね、お会いできたらと思いますんで、登録の方もね、よろしかったら、しておいてください。お願いいたします。では、さようなら。